サンリオキャラクター大賞当たりくじ、クロミちゃんとキティちゃんが欲しい。私はツインやった。お姉ちゃんです。妹です。天の声です。私の時代はね、うん、キララだったの、うん、だから何やったんやってな。だからそう、あの、うん、新しい呼び名が、うん、リトルツインスターズ、うん、そう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 でございます。でもキキララよね、はい、キキララよね。私たちはね、昭和だから、うん、はい、で欲しいのが何番やったっけ、うん、今回はクロミちゃんと、はい、キティちゃん、うん、まあ何でもいいんですけど、まあ、できたら保冷バッグか、はい、ダストボックス、はい、私はもうメラミンカップしかございません、うんうん、はい、はい、あとあれもマスコット、はい、かわいいむっちゃ、うん、ラバーマスコットこれかわいいね。あとメッシュ小物入れ、うんうんうん、いいよね。クロミちゃんいっぱい種類あって、そうカトラリーセット、うん、いいやん。最高。私7番しかないです。7番狙いに行きます。今回は上位を狙っておりません、うん、はい、そうやね。キティちゃんとクロミちゃん何個来てくれるかな。うまいね、楽しみ、はい、まあとりあえず頑張って、はい、はい、行ってきまーす。次の試合にご注意ください。3回行きます、はい、何やったっけ、欲しいの4、6、7、15 4、6、7、15 4、全然違う。ハローキティや、ほんまや。6、ケロケロケロキティ、あーケロケロケロキティ4、はい、怒られて今ご説教を受けております。説教受けてんな、はい、キャラクター名を見てから、しかもちゃんとキティちゃんとクロミちゃんは来てねえんだ、うん、最高やん。うわ言った私今説教を受けております、はい、やった最高やん。いやクロミちゃんめっちゃ可愛い、はい、最高、はい、妹さん回4、6、7、15 4、6、7、15な、聞いちゃうよ。はい、ありがとうございます。7、8、7、あー惜しかった、あー惜しかった、ピンクが欲しかった、15が欲しかった。おっ、よっしゃ、すごい、よっしゃ、よっしゃ、すごいね。会場で私たちで、はい、よし、はい、3回、4と6、ちょっとかかります、はい、これで。あれ、かぶったよ。かぶったよ。あ、メッシュコーン、クロミちゃんやった。よし、よし。カトラリー。はい。ありがとう。レシート。4と6を狙って、妹3回。追加。はい。お願い。はい。4と6が引けてません。はい。4、6、7、はい、メラミンカップ。そんなことある、最後。はい、ありがとうございます。帰ってきました。ただいま。上位賞以外全部取ったよ。取ったね、はい、上位賞以外、はい、ただちょっと保冷バッグ欲しかったな。ちょっとね。ちょっと、うん、それ以外はもう全部クロミちゃんとキティちゃんは取ったね。確保いたしました。確保いたしました。はい。はい。では23番。フェイクシール。フェイクシール。いっぱい入ってる。いっぱい入ってる。これを2つ取り
た。そう。でもこれあの入れなんていうの、ファイクリアファイルみたいなついてるんですね。これケース付き。ああ、めっちゃいいやん。そのクリアファイルめっちゃ使えそう。うん、いいね、うん、いい大きさじゃない。ハガキをハガキサイズ？ちょっとちっちゃいかな。ちっちゃいかな。うん。はい、これが2つでした。うん、はい。はい。そして次が、うん、ラバーマスコット。これ会場に思えないよね。そう、めっちゃ可愛いよね。うん、これを3つ引きました。はい。かぶっちゃいました。引いたんか。そう。でもクロミちゃん来てくれた。めっちゃ可愛い。引いたん私ちゃうけど。怒られましたね。そうそう。とか言うからさ。いやいや、これ私欲しかったやつ。22番っていう番号だけで解消だ。でもめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いね。ポンポンプリンは。お尻可愛い。アスタリスク。へー。かわいい。アスタリスク。アスタリスク。はい、はい。めっちゃかわいいです。はい。喧嘩やな。じゃあ、ラバーマスコット、クロミちゃん、開封していきたいと思います。これめっちゃかわいい。もうかわいい。これ欲しかった。うん。もう、最高好き。見て。どんな硬いの？一応ラバーやけどね。ラバーやけど硬いね。硬めのラバー。うん、で後ろがこれ。めっちゃ可愛い。これもまた鍵につける。ジャラジャラやけども。めっちゃ可愛いねんけど。可愛い。もうほんまに可愛い。はい、私とケンの声はポンポン。はいはいはい。うん、こんな感じです。可愛い。そして、はい、メッシュ小物入れ。覗いてるクロミちゃん。あ、そう、クロミちゃん。ハンゲだ。ハンゲだ。なんか珍しいな。ねえな。可愛い、可愛い。どうしてハンゲドン好きやねんよ。うん。こちらがミッシュ。はい、クロミちゃんといただきました。はい。そして、じゃあメッシュ小物入れ、クロミちゃん。はい、開けてみます。はい。じゃじゃん。そういう風についてるんや。もっとブラブラするんじゃなくて、うん、私ブラブラすると思ってた。私も思ってた。もうついてるの、ここに覗いてる風についてるんや。縫い込まれてるの。ああ、これなんかあのフェルトみたいな。そう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 。なんかめっちゃ可愛いね。可愛い。考えるね。可愛い。ほら、いい感じ。見てハートやねん、チャックのとこが。どこどこ？あ、これ？うん。ほんまや。ほんまやわ、さすがサンリオちゃん。これカバンにつけれるよね。うん、めっちゃ可愛いねんけど。いい感じ。あ、そう、そんな感じか。うんうん、いいやん。バッグとかに入れ、あの、うんうん、ぶら下げられる？うん。何入れんの？ガチャガチャ用の小銭。小銭？あ、やっぱそれ。めっちゃ重たくなる。やば。可愛い。また引くのいっぱい。早速使いたいと思います。はい、そしてこれ思ったより可愛かったんですよ。うん、カトラリー。カトラリー、うん、キティちゃん、可愛い。丸っこいフレームが可愛いね。うん、そうやね、キティちゃんすごい。なんか写真で見てたら、うん、すごい安っぽいなんかプラスチックなんかなと思ってたけど、見たら陶器に見えるよね。いいかも。めっちゃかわいい、キティちゃん。かわいい。こちらがカトラリーセットでございます。はい。そして、次が、もうかぶりにかぶった。これびっくりするよね。ミラインカップ3つ引いて。私7番が欲しいってあんなに言ってたのに。言ってたのにな。全部9番。全部9番。そんなことある？ケロケロケロ。かわいいけどもね。かわいいけど、うん、だったらなんか全種類欲しかったよね。そうやね。3種類やったから。3人で1個ずつ分けろということでね。妹がだって同じ3回の中にな。はい、そう、2回も引いてしまったから。びっくりしたな。はい、そう。これでちょっとキキララを引きたかったな。ほんまやな。リトルツインスターズね。そうそうそう。7番ね。はい。はい、こちらが同じ3種類でございます。はい、そして私が一番欲しかった、うん、
ダストボックス。わー、必要なんです。でもこれじゃ足らんやん。こんなちっちゃいんじゃ全然足らん。そう、私ほんまに普通の部屋に置けるようなダストボックスで初め思ってて、うんうんうん、まさかのね。これ卓上っぽいよね。見た時にびっくりしたけど、うん、でも大丈夫。あのお菓子いっぱい食べるから使えない。なんか大丈夫なんか分かりそう。会社の物増えただけに関して、机の上か机の下にそっと見て、キラヤいてる。ほんまや、ほんまや、いてたよ。くるっと回してちょっと。そう、実はここにクロミちゃんもいんねん。わー、ほんまや。めっちゃ可愛い。クロミちゃんもちょっと見てて。ここちょっと開けて、ちょっと開けようか。うんうんうん、めっちゃ可愛い、嬉しい。そう、これが一番欲しかったな、うん、私は、うん、そう、可愛い、蓋付きやし、ほんまな。あ、はいはいはい、こんな感じ、はいはい、うん、もうお菓子の箱、あ、カンカンみたいな、カンカンみたいな感じ。くるみちゃん可愛い、可愛いね、このイラスト可愛いね、可愛い。なんかでも反対にこのサイズあんまりなくない？確かに、そうやな、うんうんうん、こんなん売ってへんし、うん、かわいい、うん、使いますね。ゴミいっぱい入れたいと思います。はい、入りません。思ってたよね、はい、男の子バージョン、はい、これもね、わかりました、うん、では私と天の声が男の子バージョンで結構でございます。はいはいはい、バージョン、はい、バージョン譲りましょう、ピンチ。そうやね、はい、はいはい、男の子バージョンなんか知らんけど。男の子バージョンやね。あ、そうな。そう、私いつもピンク引かれへんねんけど、今回は引けてよかった。よかったね、うん、最高。はいはい、こんな感じでした。あ、それと、はい、なんか同じセブンイレブンで、はい、たまたま見つけてね。そう、チョコラ BB の、まあ、対象商品の中に、まあ、たまたまこれがあって、そう、これを2つ買ったら、これそれ、これ、はい、妹は4本買って、はい、キティちゃんとクロミちゃん、はい、もうすでに1本飲んじゃいました。そう、疲れモードでしたので、疲れてるから今のも嬉しい。全然見つけてさ、そう、めっちゃ嬉しいね、これ。なんか、はい、ほんまに薬ケースみたいな、プラスチック開けてみる、これ、うん、1個開けてみる、ちょっと待って、はい、置いて、はい、はい、ちょっとこれ、はい、じゃあ開けてみます。はい、可愛いよね。めっちゃ可愛い。嬉しかった。うんうん、確実に手に入るやつ。確実に。好きなキャラクターが。安心感のある。はい。はいはい、結構いい感じやね。可愛い。可愛い可愛い。はい。みちゃんとあとキティちゃんいただきましたね。いただきましたね。はい。あ、一緒ですかね。はい。はい、ね。バラも一緒やね。ここ。乗ってる乗り物が違うけど、そうそうそう、色とだけで、キリちゃんおなじみのやつやね。そうやね、かわいい、かわいい、超かわいい。こんな感じでした。はい、また今日から楽しめますね、うん、はい、はい、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。今日も見てくれてありがとう。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。